皆さんこんにちは。Facebook マガジンの藤井貴博です。ちょっとね、8月1ヶ月間ですね、1回しか出すことができなくて、本当に本当に申し訳ございませんでした。これからね、できるだけ毎週とか、悪くても2週間に1回ぐらいはね、Facebook マガジン発行していきたいと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。で、今日はですね、Facebook のカバー写真についてね、お話ししたいと思うんですよ。で、このカバー写真ってすごく大事ですよね。なぜ大事かっていうと、皆さんね、お友達をリクエストしたりね、初めてお友達と触れ合うというか、お友達と出会う、いろんな機会があると思うんですけれども、その時にですね、このカバー写真とかね、ここの部分がですね、例えば初めて会った方に名刺とか差し上げるじゃないですか。で、その名刺の代わりになる部分がこの部分だと思うんですよね。でみんながですね、この基本データとかね、見てくれればいいんですけれども、まあこうやっていろいろと書いてありますけど、私のウェブサイトだとかね、いろんなこういうの書いてありますけども、これをね、もっと見るとかね、詳しく見てくれればいいんですけど、なかなかそこまではちょっと要求できなくてね、やっぱり今はね、カバー写真ですね、ここのところが一番大事なような気がします。もちろんプロフィール写真も大事なんですけれども、まあ、こう左の方を見るとですね、友達とかいろいろとこう出てくるんですけども、やっぱりね、その人の人となりというものが、どんな方なのかなっていう、こう、第一印象っていうかな、そういうところがですね、やっぱりこのカバー写真とプロフィール写真、この二つになると思うんで、今日はそのね、カバー写真の方法をお知らせしたいんですけれども、実はカバー写真というのは、幅がね、851ピクセル。ちょっとわからない人いるかもしれないけども、こういうピクセルで表すんですけど、851ピクセル。それから縦幅がですね、315ピクセルなんですね。で、知らない方はね、大きい画像をこのまま載せてしまっている方もいるんですけれども、それでもね、これを動かしてできるんですけども、できたら、このね、851ピクセル×315ピクセルに合わせていただければいいんじゃないかなと思います。それで、皆さんいろんなパソコンを使ってらっしゃって、で、そのパソコンによってですね、画像ソフトというのはね、いろいろあるので、どれを使うか分かりませんよね。で、一個一個説明してられないので、ほとんどのパソコンに入っているソフトでね、ちょっとやってみたいんですけども、ちょっとここに見えないんですけれども、一番左下のところにね、スタートボタンありますよね。今丸い、こう、Windows マークみたいなね、スタートボタンです。で、スタートボタンをまず押していただくとですね、今すでに私はここのところにペイントというのがあるんですけども、最初はね、ここに載ってない方もいます。その方の場合は、このすべてのプログラムっていうのを見ていただくと、こうずっと出てくるんですけども、この中にですね、アクセサリーっていうのがあるんですね。いいですか、このアクセサリーっていうの。で、この中に、私、向こうに移動しちゃったんで、ここ見えないんですけど、この中にペイントというのがあるはずなので、例えば、まぁ、ちょっと代わりですけども、仮にこの部分を例えばこう右クリックするとここにですね、例えばスタートメニューに表示するっていうこの部分を押すとこのように表示されます。で、これをですね、さらにデスクトップに持ってきたい場合は左クリックしたまんまね、ピューっとこう移動していくと。まあそのようにするとあのデスクトップのところにショートカットができるので、頻繁に使う場合はですね、デスクトップにですね、ショートカットを作っていただくというようなやり方をしていただければ結構です。で、早速、ペイントをですね、クリックしてみたいと思います。それでね、ファイルの中にね、あらかじめ、例えばこんな感じかな。自分のファイルの中にですね、使うものをですね、保存しておきます。そしてですね、ここで、こういうふうに、ここの部分ですね、この部分をこう押してもらうとですね、そうすると、開くという部分が出てきます。で、この開くを押してもらってですね、ここの元の画像ですね、これ多分大きいんですよ。で、これをですね、クリックして、そして開く。そうするとですね、かなり大きな画像がここに入ってしまいます。でね、ここに今貼り付けられた最初にね、普通のカメラで撮るとね、今、こう画素が大きいですからね、かなり大きな画像になってしまうんですけれども、ここを、こう、この部分をですね、サイズ変更ってやるんですね。サイズ変更。そうすると、ここにパーセントとピクセルと出るので、ここをピクセルにします。そして今、この水平方向が1434ピクセルあるんですけど、これをね、851ピクセルに合わせます。OK ってやるんですね。
そうするとこの幅は851ピクセルになりました。だけども縦幅がねどのくらいだかちょっとわからないので、ここから切り取ってみます。選択してみますね。そしてですね、どの辺を取ろうかなっていう感じで、私のページはどの辺で取ったんだろう。これちょうど海のとこが真ん中ぐらいですね。海のとこが真ん中ぐらいなので、まあ、この辺から、この辺まで、この辺からですね。だいたいこの辺で、行きます。ちょっと大きめぐらいかな。ちょっと大きめでもいいですよね。で、これを、トリミングします。そうすると、ここにできましたよね。こんな画像がね。で、これをね、もう一回サイズ変更って見てみると、ちょっと大きめかな。337。なので、まあ、このくらいだったらね、少し大きめであれば、これ852の337になってますから、大体でやっとけば、後でこう画像をね、少し動かせるので、このくらいでいいんじゃないかなと思います。そして、ここに OK と押しますね。じゃあ次にですね、この中にね、私は何やってる人みたいな感じで、文字を入れたいなと思うんですけれども、私どんな文字入れたかな。見るだけで幸せになる。そしたらですね、A というとこを押してもらってですね、ここに文字をもし入れる場合はね、このね、だいたい真ん中の3分の1ぐらいのところに入れないといけないんですよ。まあ、いけないってことはないけども、真ん中の方に入れとかないと、スマートフォンで見る方はこの端っこは見れないです。ですから、ね、真ん中のあたりにこう入れます。そうするとこんな枠が出てきますので、見るだけで、ここ例えば入れますね。で、これ文字の色とか、もし変えたければ、ここのところをですね、選んで、例えば、どんな色がいいのかな。今赤くなりましたね。ここ持っていくと、茶色になりますね。ここ持っていくと、どんな色がいいかな。とりあえず、緑、青にしておきましょうか。ね。ここをやると、ここに見るだけでっていうのが出てきますね。で、今ここで作ったんだけど、ちょっと失敗しちゃったなっていう時はですね、これ消せないので、キーボードでね、コントロール Z、元に戻すっていう、まあ、コントロール Z ってやれば、こう、消えます。元に戻ります。で、もう一回 A をやって、まあ、この辺からかな。見るだけで。で、今ね、見るだけでってちょっと大きかったから、じゃあちょっと小さくしようかなっていう時は、ここの18ピクセルの字なんですけど、じゃあ14ぐらいにしてみようかなっていうね。で、ここで、見るだけで、こう、例えばこう打ち込みますね。そしてね、なんて書いてあるか。幸せになるか。ここで、幸せになる。見るだけで幸せになる。そんな。もうちょっと大きいかな。もうちょっと大きい。じゃあ、ここを選んで、やっぱり18にしましょう。で、幸せになるだけを、字をですね、ピンクにしちゃう。あ、ピンクじゃちょっと目立たないね。ピンクないんで、赤にしようかな。で、開業します。そんな、これね、赤くなっちゃったから、じゃこれを黒にします。そんな、FB を、目指します。まあ、こんな風に。ですね。で、これでね、ちょっとずらすかなとかって言ったら、半角とかずらせますね。そして、じゃあこれ丸かな。じゃあ、もうちょっと改良して。で、その次は何か。健康とアンチエイジング、フリーリッチライフ。じゃあこれを入れてみます。で、ここに、健康とアンチエイジング。
こんな風にしますね。そしてですね、この辺はね、プロフィール写真が来るんですね。で、あんまり下の方にやると、ちょっといろんなね、もの、障害になってくるし、ちょうどスマートフォンで見えるこの真ん中あたりね、このあたりにやればいいんじゃないかなと思いますけど、ね、ちょっとこれを、この辺に少し移動したりですね、して、これは半角だけずらしましょうかね。半角にして、まあ、こんな感じでいいかな。ちょっと色が黒いですから、白にしてみましょうかね。そうするとこんな感じですね。で、これでいいなと思ったらですね、そしたらこの状態で保存します。名前をつけて保存。そしてですね、私の場合は必ずね、日付とか入れておくんですけど、今日は20140954。で、カバー、写真と、スクール、まあ、こんな風に。なんかね、わかりやすく、これで保存しております。で、この保存したらですね、あとはね、もうね、ちょっとやってみますよ。これ同じなんですけど、ここのところをね、この左側のカバー写真を変更っていうことをこうクリックするんですね。そうすると写真をアップロードって出ますよ、ね。で、写真アップロード。そうするとね、ここにありましたね。で、このイベントでカバー写真を作るっていうところをこう、選んで、そして開く。そうすると、今の画面になりました。で、少しね、大きさがぴったりでないので、こうやってこうずらせるんですね。だからこのくらいはね、許される範囲なので、まあこうやってですね、そして変更保存というのをやると、変わりました。で、そういうことで、皆さんのね、カバー写真、初めて出会った方、それから、いつもこのね、訪問してくれて、いいねとかね、たくさんくれる人もね、いつもここを見るんですね。だから時々こうやって変更したりして、で、あなたがこう、どんな人間なのか、どんなことを目指してるのかとか、そういうものをですね、表現されると非常にいいんじゃないかなと思います。もう一つ、このね、プロフィール写真なんですけど、これはね、できたら180ピクセル×180ピクセルで作っていただけるといいです。こちらのペイントの方でね、自分の写真を乗っけてですね、選択してトリミングしてね、そして大体ですね、大きさを180ピクセル×180ピクセルにして保存していただいてね、それをこちらの方でね、アップロードしていただければいいと思います。アップロードはね、この同じですね、プロフィール写真を変更っていうところで写真をアップロードしてやればもうこれで完了です。以上です。では今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ではまた次回お目にかかりましょう。よろしくお願いします。